この時間は ROK ラジオ沖縄のスタジオに作家の佐藤勝さん、そしてラジオ沖縄報道制作部報道部長の小磯誠さん、文化放送清水克彦記者に、待っていただいております。お参加でよろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いいたします。さて、ここでまずちょっとお聞きいただきたい録音がありまして、辺野古のですね、このキャンプシュワブの前のこの綺麗な海が広がっているところにテント村ってなんですね、はい、ここのテント村では、工事などの進捗状況を、進捗っていうのはまだ進んでないんですけども、あらゆることをこうチェックし監視している方々がたくさんいらっしゃいます。でその中で、カメラマンをやってらっしゃるという山本秀夫さんに、今後の展開ちょっと聞いてみました。要するに国次第ですので、まあ、国の方がどうやってくるのかですけれども、あの1月の名護市長選挙ありましたね、うん、でこれ海にも陸にも基地を作らせないと言っている、稲嶺進さんが再選されたんですね、うん、それでもその翌々日には、埋め立てるための入札を始めました。だから民意がどうであれ、名護市の民意がどうであれで、今回といえば沖縄県の民意がどうであれ、国は多分強行してくると思います。でそういう意味で、まあ、選挙に勝ったとしてこれからが本番の戦いになるだろうと思ってます。ということで、これテント村の方からするとこれからなんだと、まあ今日からなんだということをおっしゃっていますが、佐藤さんいかがですか。確かにその点はあると思います。ただしですね、率直に言いますけども、今の安倍政権ではこれは菅官房長官がやってるわけなんですが、ご利用し一本なんですよ。ところが自民党でもご利用し一本という人たちだけじゃない。それから連立の公明党、この連立の公明党は少なくとも沖縄においては反対です、はい、その沖縄の公明党が反対という立場を、中央の公明党は容認してます、うん、その権力の中の意見の差っていうことを考えれば、うん、良識のあるところを選べばですね、国方針変える可能性十分あると思います、うん、ですから私はそこのところはむしろ楽観してると、この状況で、うん、とにかくコミュニケーションギャップと沖縄の実態分かってないっていうところから始まってるんですね。さっき小磯さんがおっしゃってたその温度差という、その温度差じゃ本当は済まされない問題なんですけどね、はい、そうなんですけどもね、まあ、ちょっと先ほどお話をすればよかったのかもしれないんですが、もともと自民党が圧勝して、その時に、まあ、県選出の国会議員、自民党系の議員がたくさん出た、まあ、4人5人出たんですけれども、ところがその時県外移設を公約に掲げて当選して、でその後、まあ、自民党本部がその人たちを呼んで本院させで、石破当時の幹事長が嬉しそうにその従えて悪党たちを従えるような形でまず記者会見をした。あれで県民があれっていう感じが起きた。そして去年中井町知事も、まあ、埋め立て承認という形で本院した。でいい正月が迎えられるって言った。ちょっと違うだろうと、さすがに県民の中でもやっぱり自分たちの中のその魂のね、熱い部分というのかな、これがね随分出てきたかなっていう感じしますよね。それであともう一つ東京の方の事情を見ても、例えば石破さんあたりっていうのは無理だっていうこと一番よく分かってる人の一人なんですよ、はい、それですから彼はやっぱり尾長さんとなんとか手を握って自民党はできないかなと、それを尾長さんの言うことを聞くっていう方向で調整できないかなってことでやってたと。あるいはここの沖縄選出の国会議員では明らかに温度差ありましたよね、はい、だからここは鴻之助なんていうのは、はい、もう少しあそこのラインで頑張ってほしいと思うんですけどね。そうですね、まあもう少し頑張るかなっていう感じは、まあ実際彼はギリギリまで頑張った部分があったんですが、やっぱり最後はという形になりました。やっぱり自分たちのね代表をそういう形にされたというのも大きいかなっていう感じはしますね。それからあと中山知事に関してはですね、その知事に同情してるってわけじゃないですよ。ただとんでもない圧力が加えられたと、これはもう脅しに近いような、だからそういったところを見ると、まあ私は母沖縄なんですけども、我ら沖縄の人間っていうのは日本人であるっていう意識と沖縄人であるっていう双方のやはり複合アイデンティティ持ってると、そうするとああいう状況を見ると何とも言えない悲しさと辛さと苛立ち出てくるんですね。それで時に日本人以上に日本人になってしまおうとする過剰動向が出てくると、でもそういう人も必ずいつか沖縄の自己意識に帰ってくるわけですよ。
それ今起きてることはね、琉球処分の完成だと思うんです、はい、すなわち琉球処分は何かというと、東京から言うと廃藩事件、外交安全保障は国が全部やると、地方は一切従えと、藩籍を奉還してるわけだからと。ところがもともと別の王国があって、藩というのも藩籍奉還の時に琉球藩が突然できると、すごく不自然な形だった沖縄っていうのは、やはり日本の中にあるのは異質な領域であると。むしろ保守派の高良倉義さんっていう今の副知事ですかね、この人が幕藩体制の中で異国って言い方をしてたんですけども、保守派の人ですらそういう言い方をすると。この沖縄の特殊性の中で琉球処分強行しようとしたらどういうことになるかってイメージが全然分かってないんですよ。それはいきなり沖縄独立論ってことじゃないですよ。しかし果たして我々を同胞と思っているのかと、そういうふうになると気持ちが離れていくと。そうすると分離っていう形になって、非常にこれは日本全体にとっても良くないことになると、ここ心配してるんですよね。でもこの辺がなかなか伝わらないんですよ。私ね、尾長事務所に来てた名護市長の稲嶺さん、はい、昨日お話しさせてもらったんですが、あの人はもともと保守の人ですからね。そうですね、はい、で稲嶺さんは、いやこれ私たちも別に国と対立してるわけじゃないんだと、でこの選挙結果によってようやく国とちゃんとコミュニケーションできる土壌ができたというふうに理解してるっていうふうに話してくださったんですね、うん、なのでまあ名護市長だけではなかなか力弱くて、こう国にものを言えないところが、これで、県知事も、それから県庁所在地がある那覇市の市長も、うん、辺野古基地移設反対派になったことで、はい、ようやくきちんと話せる土壌ができたというふうにまあ理解してるんだろうと思いますね、はい、ですから中央政府といいますか、あと本当の方々がその辺をいかに理解してくれるか、もうそのあたりが本当に大きいかなというふうに思うんですけども、うん、なかなか佐藤さんはまあお分かりだと思うんですが、まあ、沖縄ってもともと琉球王国ということで、琉球民族という一つのやっぱり王国がありました。で、大和民族と、まあ、まあ今は一つになって、で一緒に発展していこうという気持ちはあるけれども、でもやはりいろんな意味でこう無視されるというか、そのあたりでやはりおっしゃったように、私たちは一体何なんだろうと。そうだから、アイデンティティをめぐる戦いっていうのは、その意味では端的に言うと、差別が構造化されちゃってるんじゃないかと。そうですね。そうすると差別が構造化されてるっていうのは、差別してる側はそのことについて意識しないっていうのは普通なんです、うん、されてる側は差別だよと思ってると、はい、その辺を上手に話していくと、うん、だから尾長さんに対してね、中国の手先だみたいな、はい、そういったキャンペーンがやられてるのを見ると、はい、一体この人は我々のことをどこまで分かってるのかと、うん、同胞なのかと、本当にと、うん、逆にそういう行動っていうのが沖縄をどん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 気持ちを遠ざけてると、はい、それなかなかやっぱり沖縄では口に出して言うのは最終段階ですからね、今だん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 エネルギーが蓄えてるわけですよ、はい、それでこういうようなヘイトスピーチみたいな人が大手振るって、うん、東京からしょっちゅう来るようになると、あるいは関西から来るようになると、ちょっと勘弁してもらおうと、ほっといてくださいと、私たち東京に行ってそんな邪魔してないですからと、関西行って邪魔してこないですからと、別々に住みましょうかという気持ちに自然になってくるってことなんですよ。そうですね、今年は特に知事選、そのネガティブキャンペーンというか多かったような気がしますね。ちょっと質が今までと違いましたね。違うと、もうでこれに関してはむしろ、はい、本土側でですね、非常によく検証してほしいと思うんですよ、うん、はい、なぜこういうことが起きた、これが沖縄との間の亀裂をどれくらい深めたか。そうですね、うん、ちなみにそういうことを言うんだったらですよ、はい、沖縄っていうのはクメソンの人たちがいると、はい、その人たちっていうのは明朝の維新ですよね、はい、琉球王国の時から外交とかいろんなことやってた、うん、中山知事自身っていうのはそのこと一言も隠してないですからね。そうですね、自分がそこの末裔だっていうことは、うん、ところが中山知事が来るとその人たちは車に手を振って、それ尾長さん来ると中国の手先だと言ってと、はい、そうするとこれ沖縄の人みんな知ってますからね。そうですね、はい、どれぐらいトンチンカンな人たちが来てんだと、はい、こういう感じになるわけですよ、うん、中国だとか日本だとか、あるいは沖縄のどこの出身だとか関係ないんですよ、うん、今の沖縄のために一生懸命やると、そのために努力してる人には開かれてるところなんですから。そうですね、はい、その代わり沖縄に仇をなすとか、沖縄を誹謗中傷するってことになると、これは沖縄全体厳しく出るっていうのは、これは当然のことだと思うんですよ。そうですね、その中井町自身も数年前からは集会の時に
もうこれは明らかに差別じゃないかという差別に近いものからと、うん、そういう表現を本当にするように変わってきたんですね。だから彼の悲劇っていうか悲しいのはね、保守の政治家の中で一番民意のあるタイミングまで近づいた人だった、はい、そこは間違いなかった。そして本意する直前も、うん、あ、ごめんなさい、2つの案を考えた。ところがああいうふうに転んで良い正月だとかこういう感じになったと、はい、これを見てるっていうことが自分の中にもあれと同じような情けないところがあるんじゃないかなとかいうことで、なんか自分自身が辛くなるんですよ、彼見てると。はい、そうですね。あの稲峰、名護市長も当時なんだか怒りを通り越したらやっぱり悲しくなってしまったというですから、してますからね。なんて言いますか、あの要するにあの沖縄関係者の中では中山さんのことボロクソ言うことありますよ、はい、ところが外の人に言われるとね、ちょっと一言二言待ってくれって言いたくなるんですよ。そうですね、そういう気持ちあるんですよね、うん、僕ら、はい、そうですね、はい、最後にですね、あの沖縄県で今ラジコで、文化放送を聞きになっている新庄保さんという方からのメールをご紹介します。沖縄でラジコで聞かせてもらってます。佐藤さんのお話泣かせてもらいました。東京の専門学校に通っていた時、同級生に、本土の同級生に沖縄は俺たちが払ってる税金で養ってるんだと嫌味を言われたことがあるんですが、言い返さなかったことを思い出します。悔しいながらもそうなんだろうと思っていたからです。沖縄の基地負担の価値を本当には理解していなかったから。それでもいわゆる大和んちを嫌いになったことはありません。親切なのに驚いたくらいですし、仕事に対する態度とその精神性は沖縄では見なかった種類のもので尊敬しています。同じ言語を使っている国民として沖縄県民とは違った意味で大好きです。たまにいわゆる書き込みというのを読みますが、かつての同級生が投げたような言葉が踊ります。たまに戦いを挑みますが、まるで歯が立ちません。彼らの言い分としては、米軍基地は沖縄だけの問題ではない、日本の安全保障に関わることに沖縄の都合だけで移転中止させて良いわけがないというのです。正論でもあると思うのですが、沖縄県民が出て行ってほしいのは海兵隊なんであって、開いたスペースに自衛隊が入る分においては歓迎したいくらい、自衛隊の方は頼りになります。彼らにその考えはないんですね。そして政府にもない気がします。不可解でモヤモヤするところです。それだけに佐藤さんのお話は表現できなかった気持ちを代弁してもらった感じでスッとしました。沖縄に配慮していただいてありがとうございますという、メールを新庄さんからいただきました。今日はもう9時からずっと、佐藤勝さん、そして途中からは ROK の小磯王さん、そして、清水克彦記者に、ROK ラジオ沖縄のスタジオから、ずっと伝えてもらいました。お三方どうもありがとうございました。ありがとうございました。